どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。というわけで20勝がかかった、中日戦でございます。そんなことよりちょっと見ていただきたい、ついに、猛追阪神の煽りを受け、首位明け渡してしまっております。現在同率1位でございます。なんでね、まあここは負けらんないんでね、せめてここで流れを変えたいと思います。中日戦いきましょう。試合プレイ、阪神戦があるんでね、この後できるだけここで勝ちたいですよ。やっぱ勝ち星上げて、で後につなげたい、そう考えております。相手は中日のエース大野投手でございます。まあ、あの中日のエースっていろんな方がいらっしゃるんですけど、特に、今年気になるのは小笠原投手ではないでしょうかね。甲子園で見せたあの活躍、あのプロでも見れるんでしょうか。なんかね、話にあの結構噂というか結構通例と言いますか、甲子園とか決勝で優勝したりとか、めちゃくちゃ甲子園で活躍した人って、ああ結構プロであの苦労する人が多いみたいな、そういう話を聞いたことがあるようなないような、なんていうことでやっていきましょう。セリーグ公式戦第20回戦いきます。20勝目ですね、これ勝てば。頑張りましょう。はい、まず、1回表の攻撃、最初ゼロに抑えてね、流れをつかみたいと思います。1番打率が1割8分か、ちょっとなんか深刻ですよね。中日は割とこういう打率の低さが。 OK、 まず三振で抑えましたよ。できれば打率いい人を1番に据えた方がいいから、荒木さんを1番にした方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですけど、ファールはファール、あとファールだよね。うっそ、うわ切れねえ、切れると思ったんだけど、うわー、いやーマジか、やべえ、ね、一気にツーベース、明らかに1番と2番逆な気がするけど、それで大島がやばない、よいしょ、やばいな、ちょっと抑えてきます。高め行くか、ちょっとギリ、オッケー、ちょっと甘い球だったか今のは。で抜けないか、ナイスキャッチ、オッケー、さあここ抑えますよ。先制はされないようにしたい。ここで4番か、嫌だな。よし、キー、オッケー、はい、じゃあ1球ボール挟んで、よっしゃ、オッケー、打ち取った、打ち取った、ボールだけど振ってくれたならオッケー、いただきました。さあまず先制、されずに次にあのもう任せましたから、エースと4番起動するか分かりませんね。あ、すげえ、バレンティンが107打点、もっと増えてるわ。畠山さん、あと2本、あと2打点なんだな、頑張ってもらいたいですね、ぜひ。あと2打点、100打点の人が増えるまでね。いや十分これでもすごいんですけどね、一チームにこんな打点の多いやつがいるっていう、何人も、そりゃ末恐ろしい打線ですよ本当に。あ、大吹さんいただきますよ、ここはしっかり。なんとなくこれ中日キラーなのかな、このあの起用のされ方というのは、というより完全に偶然なのか、ローテーション的な話で、もしかしたらなんかそんな気がしますけど、なんか中日戦最近多いんですよね、結構そう感じるのは僕だけでしょうか。うん、逆に少ないのはどこなんだろう。阪神戦割と投げてないんだよな最近、全然。で次の3連戦もおそらくは投げないと思うんですよね僕。そう考えたら一体何なんだろうって思いますけど、一応三振で抑えてチームは 0-0 ですね。3回表でございます。抑えましょう、抑えよう、しっかりここはね確実に。おっと、これはでもレフライトフライですね。えい、なんでレフトって言うとした今俺。さあピッチャー8-9-1という順番でございます。まだランナーはなんだかんだ1人しか出してないんでね。よし、 OKOK、 1球で片付けられたのは省エネ投球という点であれば非常にいいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってよ、冷静にか、待って、俺荒木さんを次1番で迎えるのは嫌だな、ノーアウトで迎えちゃうのは恐ろしいですけど、まあ、あー待った、まあまあまあこれでマジか。よしよしよし、これでそういう弱気な姿見しちゃうとヒット打たれちゃうからな。うん、これでゲッツー取る、ゲッツーは無理だ、ツーアウトだから。よしよしよし、凡退凡退、これで抑えればいいんだよ。ういよし、次は 3-4-5 か、それはそれで上位打線だな。はい、おいいで、あと岩君もすげえな、 1.7 か。あでももうすぐだからシーズン奪三振が200いきそうですね、頑張ります。通算、シーズン奪三振200、あと9つで負けらん、これもちょっとやっぱ三振にこだわりたくなっちゃいますよね、ここまで言われたら。 OK、 決め球全力ライジングショットはね、やっぱりところどころでしっかり使っていきたいと思います。 OK、 だからいかに普通のライジングショット、ストレートで、相手を封じ込めるかっていうのが肝ですよね。いただきました三振、
特にこういう和田さんなんていうあの打率3割台打つ人なんてそうそう三振だって取れるもんじゃなくて、ういいただきました。よっしゃいいですよ、かなりチームもなんとかね先制してくれたんで、これをしっかり抑えたいと思います。すい、でも普通に投げても150キロ出るんだよな。あ、なかなか失投とかしない限りは出ませんからね、あの140キロ台っていうのは。よっしゃ、それだけでもやっぱ安定して高い球、あの球速ある球投げられてるのはすごいですよ。おい、ショート結構難しい球、あのバウンズだったけどナイスキャッチですよ。ここ、8番田中を抑えて、次9、1、2と迎えるのは最高なんじゃないでしょうか。スイ、オッケー、はい、じゃあ外角高め、スイ、おっとこれはセカンドいただきました。今のは打たして取ったって感じだな、明らかに。おい、行きましょうこのまま。うん、チームとしてもまあヒットも増えてるは増えてるのかな。うい、最悪2点あればだいぶ気は楽ですよ。1点よりかは本当に楽。行きましょう、ここもちょっと抑えて、へい、オーケー、ストライク、いい球入った。足元どうだ、これいいぞ、よしいいぞ、これちゃんとね低めに、低めギリギリのところを攻められるコントロールっていうのがありますから、これは安定だよ。やりやすいのなんのって話ですから、本当にボール球が続くな。ちょっと気をつけて、ういおっしゃ、背負うところ1個です、いただきました。三振じゃない、スリーアウトチェンジ、いいですね。チームは7安打、こちら、2被安打で、今のところエラーもなさない感じなのでだいぶ気は楽ですよ。うい、硬いですね守備、かなりここまで引き締まった試合もなかなかないんじゃないでしょうか。なかなかないっていうか、まあそうね、 2-0 っていうのも久しぶりな環境なので、まあ、いや結構あるんだよな。で割と序盤で4点とか最近は取ってくれてたので、やべ、あー OK、 そう考えたらちょっと少し緊張感持ってできるからいいですね。うん、さあ来い、 OK、 ストライク。でも相手ピッチャーもなんだかんだ2点まで抑えてるっていうのであればだいぶいいんですけどね。ただ相手がストレートっていうのが良くなかったって感じでしょうかね、打線があまね活躍しないっていうのは痛いですから、行きましょう。8回大引さんからの始まりですね。大引さんからこれ6、7、8でまたそれで、しっかり抑えて、でまた次から9番から始めれば、でもそろそろ代打が出るかな、ピッチャーには。まあまあ頑張っていきましょう。村田さんいただきますよ、これしっかりね、はい、外角どうだ、ここら辺打ってきた、普通に打ってきたけど取れた、ナイスキャッチ。どこでも守れる三輪さんじゃないですか、どうも。いい、はい、外角低め、高めはね正直ストレート危険なんだけど、釣り球ぐらいには、おっとボール球、高め投げ慣れてないのかも、ストーもしかしたら。三振いただきました。でも怖いよね、スト160キロ近いストレートが多分ドタマに来るっていうのは、お、いただきました。これはショートフライ結構高いな、えい、恐ろしいもんね。やっぱ代打だよな、ルナ変えてきますか、スイ、はい、ちょ低め低め、ルナはやっぱホームランが怖いんでね、こうなら完封狙ってやりますよ、スイ、きた三振、最後三振で決めればこれです。あ、森野さん、はい、うわ打率すげえな、3割7分8厘、うわ確実に打ってくるパターンの人ですか、嫌だな、うん、規定打数さえあれば十分これは狙えたんですけどね、首位打者ウォリア、 OK、 2桁奪三振いただきました。最後ゲームセット 3-0 完封でございます。お、荒木さん決勝弾打ったんだ、なるほどなるほど、いただきましたよ。さあこのままねいけるんじゃないでしょうか、この勢いで。もうあとはもう勝利に突き進むまで、とりあえずね、今回のストレート企画、20勝は突破しました、ありがとうございます。大野さん10敗目、すいません。バレンティンが大台40号、おめでとうございますと、ここもう 20勝達成したので、こうなりゃもうあとは、お、2リーグ戦20勝いただきました、あとはもう、いかにしてチームを優勝に導くか、そこですよね。お、やって1位に上がった、よっしゃ勢い引き締めていこう、今ねギリギリのところなんで。お、ナイスピッチング、おざーっす、ファンの評価3人、まあまあそんなもんか。そして、はい、完封いただきました。まあファンも増えるよねこんな活躍すりゃ、ちょっと休みましょうかね、休養。この後どうなるかですよ問題は。
チームの流れ勝ってはいいけど、はい、そしてちょっとじゃあ練習して、スタミナじゃないよな、コントロール、うん、少しでもやっぱコントロール良くしておかないと ここまで来たら。おっしゃ勝った、いいね、はい、2ゲーム差まで開いて、さあそしてまさか3連敗しねえよなこの流れで、大丈夫だよね。ちょっと練習しよう、少しコントロール強化改めて、うん、少しでも1段階でもコントロールを上げ、コントロール技術を上げる。お、あ、え、ファンのほうれん草嬉しいね。あ、ちょっと分けてくれよ、あ、いいね、送ろうよ。スタミナが上がるんだね、なるなるほど、ほうれん草、うっそ、12対0嫌な予感がするぞこれ。おしゃしゃしゃ、やり返したやり返した、さあそしてこれで勝ち越せ、よっしゃ勝ち越した、いいじゃない、阪神戦まだあるのか、阪神戦やだな、はい、9月9日でございます。そして、練習、いや次 DeNA 戦だからちょっとお東京都ですよね、お出かけしましょう。ですね、実を言うとこちらほらちゃんこ屋がねレベル5になったんです。3年間通い続けてついにちゃんこ屋、はい、お代は4万で食べます、はい、たっぷりサービスしておくとね、特盛りでこれねすごいレベル5っていうのはこれしかもなんだっけ、ちょっと裏でやっててテレビの取材が来たんですよ、ストレートが通う店っていう感じで、テレビの取材が来たと、そういうことでレベル5になったんですよね。いやー店が繁盛するってね、やっぱね選手としても嬉しいですよ、行きつけの店が。というわけで次回へ行きたいと思います、お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。